口だけ続きからです。メルファを追いかけるところからでしたね。早速行きましょうか。エネルギー製造所だっけ。ここだね。さて、おっとっとと、いるかな。まあ、いるかなっていうか、いないと困るんだけど、多分ここだよね。もしかしたら病院の方に行ってるかもしれないけど。あ、もう全部解除したことになってんだね。まあ、しないとロボットいないから行けないんだけど。じゃあこれまっすぐ進んだらいいのかな。おっとっとと、これこっちはどうなってるんだっけ。ここ、あ、そっかそっか。じゃあまっすぐでいいんだ。メルファーが体を張ってなのかな、言ってくれたとこだね。おっとっと、ここは何なんだろうね。結構気になってるんだけど。ん、ここでいいのか。あれ、ここか。あれ、ここだっけ。あれ、こんなとこだっけ。あ、なんかいるな、なんかいるんだけど、これどうする、どうする。どうする。どうしよう。ここ押すかい。特別作業員の ID カードってメルファーに取られてたやつだわ。噛んじゃった。どうもこんにちは、ご無沙汰しております。怖いよ顔。怖いか、小娘よ。大丈夫だ、恐れることはない。ずいぶん流暢になってるね。前カタカナだったじゃん。あなた一体何者なの。その前にお前は何をしにここに来た。私を捕らえに来たのか。いいえ、違うわ。私は地球が滅びた謎を解明しに地球へ行こうとしたら撃ち落とされてここに来たの。今はここから脱出する方法を探しているところよ。そうか。もしお前が私を捕らえに来たのならば、この男のようになっていただろう。よくやった。メルファ。さて、お前の名は何という。キャロンです。よろしくお願いします。キャロンです。あ、違う。キャロンよ。あなたは？私の名前。私の人間だった時の名前は、林坂。林坂？なんか48系の名前だね。林坂。あなたはなんで口だけになってしまったの？そして、どうしてあなただけ言葉が話せるの？いいだろう。順を追って話してやろう。ありがとうございます。あれ？左の人見たことあるんだけど。私は100年前、この軍事施設の研究員だった。地下の生物実験室で研究をしていた。専門は生物学。メルファーと同じだね。多くの人間を効率的に葬ることができる生物を研究していた。それが口だけだったという話か。そう、それが口だけだ。人間を捕食し、そして捕食された人間は口だけとなり、別の人間を襲う。一体敵の軍勢に放ることで多くの人間を殺すことができる素晴らしい生物兵器だ。しかし、あ、脱走しちゃったのか。一体の口だけが逃げ出し、多くの研究員が食べられ、そして口だけになったと。口だけになってしまったのだ。私もそのうちの一人だった。ほう。じゃあなんで今そんな感じになってんの。軍の上層部は実験室を閉鎖し、この事件をなかったことにした。地下の実験室を調べたから、そこまでは知っているわ。なぜあなただけ他の口だけとは違うの。慌てるな、今から話してやるよ。キャーロンが知っているかどうかはわからないが、口だけは個体によっては人間だった時の記憶あるのだ。ああ、あのクッチーみたいな感じってことでしょ。え、兄貴みたいなね。そんなことありえないわ。だって口だけは人の頭を噛みちぎって殺す。
人間の記憶を司る頭を潰されているのに、人間を、記憶を引き継げるわけないわ。今日ダメだな。その通りだ。頭を潰された人間は自我を失う。しかし、頭以外の箇所を食われた人間は、そうか、兄貴は足だったね、確か。腕を食われた、あいつもそうなるのかな。口だけになっても人間だった時の記憶がしばらく残る。しばらく？人が口だけになるための条件は、口だけの唾液が傷口から体内に入ること。ゾンビ系と一緒か。食われる場所はどこでもいいのだ。記憶の引き継ぎを防止するために、口だけは人の頭を噛みつぶすようにプログラミングされているが、食われる人間が強く抵抗したりすると、ごく稀に頭以外の箇所を食われることがある。私もそのうちの一人。私は足を噛みちぎられただけだった。だから口だけになった私は人間だった時の記憶が残っていた。とはいえ、人間としての自意識が 100% 残っているわけではない。口だけとしての本能と人間としての理性が入り混じっている状態だった。このままではいずれ口だけの本能に全て侵されてしまうだろう。そう思った私は口だけの唾液に対する抗体薬を飲み、そこで記憶が途絶えた。こういう SF 大好きだな。気がついたら私はフラスコの中にいた。実験室を閉鎖する前に誰かが私を閉じ込めたんだろう。口だけに対する抗体薬は効いたのか、自意識がしっかりと残っていた。あ、だからここ割れてたんだ。どうやら完全には口だけにならないで済んだようだ。私はフラスコを割って外へ出ようとした。しかし割れない。もともと口だけを入れるためのフラスコ、丈夫に作られている。簡単には割れないのは当然だ。私は何度も何度もフラスコを叩き続けた。割れない。いくら叩いても割れない。この時頭に絶望がよぎり、私はずっとここに閉じ込められたままなのだろうままなのだろうか。口だけは餓死しないことは口だけの研究者である私が一番よく知っていた。フラスコを割らない限り、私は自意識を保ったままここに存在し続ける。抗体薬を飲んだことを激しく後悔したが、後の祭り。私は無心でフラスコを叩き続けた。ガスしないんだね。一体どれだけ月日が流れただろうか。100年だね。無心でフラスコを叩き続ける日、時折自分の置かれている状況を思い出し発狂する。100年じゃないか、99年か。そして再び無心でフラスコを叩き続ける。そんなある日のことだった。フラスコが割れた。フラスコが割れた後のことはあまり覚えていない。しかし時計を見て絶望したことを覚えている。なんと100年が経っていたのだ。私は100年間ただひたすらフラスコを叩き続けていたのだ。この絶望感、貴様にわかるか、キャロン。相当辛かったのね、あなたも。でももう大丈夫。一緒に海王星に帰りましょう。そして元の姿に戻る方法を模索しましょう。キャロン、私が今何を一番したいかわかるか。キャロンを食べたいんちょ。元の姿に戻る？そんなことは全く望んでいない。もう家族も友人もみんな死んでしまった。今さら人間に戻っても何も嬉しいことはない。私が今一番したいことは人類への復讐だ。人類への復讐？そうだ。私はフラスコから出た時、真っ先に軍の迎撃装置を起動させた。そして墜落した人間を喰らい、口だけを増やしていった。もう少し口だけが増えたら全員で海王星に乗り込むつもりだ。そして人類を全員喰らい、口だけへと変える。それが私の復讐なのだ。あんたバッカじゃないの。あんたが恨むべくは研究室を閉鎖して、あなたをフラスコに閉じ込めた軍の上層部でしょ。そして100年が経った今、彼らはおそらく死んでしまっている。だったら復讐なんて意味ないじゃない。黙れ黙れ黙れ。100年間フラスコに閉じ込められ続けた私の気持ちなど貴様に分かるまい。お前も口だけにしてやる、老人形にしてやろうかみたいな感じで言われても。逃げないと。あ、はい、します。
でも結構のんびりのんびりしてはんね。返してもらおうか。メルファ、バカな男だったわ。地獄の生物の研究でもやってなさい。どうしましょうか。これ行っていいのかな。先なんかないのかな。あれ、青いとこ触れるとやっぱダメなのかな。あ、閉められてら。進んでいこうか。じゃあ割とのんびり来てくれるからありがたいね。あ、一方その頃みたいな。リク、大丈夫か。苦しい。リク、すまない。俺が不甲斐ないせいで。バダレット、最後のお願いを聞いて。最後だなんてそんな寂しいこと言うなよ。いいから聞いて。実は、バダレットの子供の大赤斑病の試薬はすでに見つかっているんだ。なんだって、いつ入手したんだ。キャーロンが迎撃装置を止めに研究室に行った時に、ついでに取ってきてくれたんだ。キャーロンが。なんで今まで俺に黙ってたんだ。試薬が見つかったって知ったら、バダレットは急いでここを脱出しようとすると思ったから。キャーロンたちを殺してでもね。僕はなるべく時間を稼いでみんなで脱出する方法を見つけたかったんだ。でも、それももう叶うまい。もうすぐ僕は死ぬ。リック。試薬はこの部屋の机の上に置いておいた。僕が死んだら、キャーロンにその試薬を持って海王星に帰るように伝えてくれ。せめて、バダレットの子供だけでも助けたいんだ。リック、分かったから死ぬな。お前が死んだら俺は。え、あ、口だけ？リック、大丈夫か？くそ。俺もここまでか。でも一応銃持ってるんやろ。はあ、はあ。何なの？あの、林坂とかいうやつ。人類を滅ぼすために口だけを引き連れて海王星に行くだなんて。口だけを海王星に放ったらとんでもないことになるわ。そうなる前に林坂を始末しないと。でも一体どうやって？直接戦う？いや、ダメね。林坂は口だけとしての身体能力だけでなく、人間同等の知能がある。武器がない状態で怠慢張っても勝てっこないわ。あれ、スタンバイ持ってなかったっけ？そうだ。ここには、光子爆弾というエネルギー製造所全体を爆破するすごい爆弾があるってリックが言ってたわ。それを使って、エネルギー製造所ごと爆破して、林坂を始末するしかない。やってみるか。光子爆弾は、この先ね。危険だけど、行くしかないわ。今戻るのは、やめた方がいいわね。追っては来ないんだね。ずっと来るもんだと思ってたんだけど。そんなこともないか。あ、セーブさせてもらおう。どこ行けばいいんだろうな。あ、ここはいけないか。ん？どうした？あ、来てる。ゆっくり来てんな。めっちゃ見られてる。追いかけてきた。隠れなきゃ。隠れられてますそれ。知能ないんじゃないですか。取り合ってますよ。キャノン先輩。ふう、通り過ぎたみたいね。でも油断は禁物。気をつけなきゃ。林坂は徘徊します。徘徊っていうのかな。近くに来たら隠れましょう。はい、わかりました。林坂って面白いな。あ、普通のやつがいる。こっち来たら嫌だな。巡回とかじゃないのかな。徘徊なのか。まあ、いっか。全然林坂に出会わないんですけど。林さん。ここなんかあるんじゃない？
ないかな、ないかな。セーブしたしな、行ってみるか。あ、やべ。結構遠いな。どうだろう、あるかな。あったらあったでって感じなんだけど。どうだろうな、一回ちょっと右から行ってみるか。Z 押し続けるとやっぱ早いな。すごいこう急いでる感じだね。はい、徘徊か。お、あーでもそうか、ここいなきゃね。あとね、なんか、そうなんだよね。これもちょっと集めたいんだけど、また取り流してたら嫌だなって思いつつ、前のところから続けてやってるんで、わからないんですよね。よし。危ない。危ない危ない。こう言って、林さんが全然、いないんですけどね。こっち行ってみるか。何これ、何これ。あ、起動します。起動するとどうなる。おお、これ起動しないといけないんだ。なるほどね。そらあんなゴリ押しで行こうとしたらダメだよね。何、何よ、びっくりした。もう本当に嫌、なんかそれが多いね。林どこにおるんやろ。今までまだ出会ってないのが逆に怖いんだけど。お、おお、林、林来てる。大丈夫かな、ここいたら大丈夫か。林節穴やな。林見つかったらどうなるんやろね。うわーってなるんかな。ん、お、セーブだ。ありがたいありがたい。まあいいか、分けとくか。こっ、ん、やばいやばい。まあいいよね、あのセーブしたとこだし。なんかここの向こうありそうじゃない。もしかしたらなんか押してから行けっていうパターンかもしれないけど、それはそれでね。あ、ここでしびれすっても意味ないんだ。そうだよそうだよ、こっち行ってみよう。あ、行けんじゃん。なんだよ。言えよ。避けて行けって話。こう、これ、どうしようか。どうしたらいい？林の足音がする。いた。林だ。林さんだ。これ多分上に行けばいいんだろうけど、一応全部見たいよね。って思うんだけど。ん？おー、危ねえ。来てるし。林氏が。あれ？林氏は？あれ、こっち？これ、あ、危ない、危ない。これ、こっち正規ルートかな？ま、ちょ、待って。待って。ちょっと待って。勘弁しろ。よし、オッケー。いいね、いいね。林って感じだね。何の話だ。これであれか、こう回ってきたのか。え？じゃあこれは正規ルートではないのでは？ん？じゃあ正規ルートなのでは？ああ、ちょ。まあ、いっか、進んでみるか。なんか下にいたね。うわあ。ちょ、待って。下が気になるんだよ。ちょっ
とこっから見れないか。見れないな。どこまで来んのお前。ここまでか。あ、やべ、やばいやばい。あれこれどうすんの。こっからどうすんの。あーダメだ。多分向こうに行くんだと思うんだよ。で、途中のあのポイントで一回上に行く。こう。で、抜けたなって思ったら、こう。よし、いいね。こっち。何何、何の音。ここの地球のかけらはもうないのかな。なんか足音一瞬聞こえたよね。あ、うわ、なに？嘘でしょ？床が。あ、よかったね、クッションがあって。いたたた。口だけ。口だけがクッションとなったおかげで、助かったみたいね。でも最悪。体液で体がベトベト。早く帰ってシャワー浴びたい。なんというか。結構余裕だね、みんな。みんな？やばいね。嘘でしょ？どこまでしつこいのよ。潰れないんだね、あれで。足音怖いからやめてくれ。お、やばいやばい。ちょちょちょ。早くなってない？気のせいか。よし。ちょちょちょ。早く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 行って。早く。早く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 してくれ。焦るんだよ。あ、セーブセーブ。あ、ここに抜けてくるんだ。へえ。なんか上でぐちゃぐちゃ言ってんな。気のせいか。お、え、大丈夫？あるね。よし、オッケー、進もう。すごい厳重だね。この先に何があると言うんだろうね。何があると言うんだろうねって。さすがにセキュリティが厳重ね。格子爆弾センターへ。え？格子爆弾センター？センターかな。ようこそ。こちらでは格子爆弾を起動することができます。格子爆弾を起動させることで4分後に本エネルギー、製造所を丸ごと消滅させることができます。丁寧に教えてくれんね。本エネルギー製造所の爆破等により危険な状態になった場合のみ格子爆弾をお使いください。これがリックの言っていた格子爆弾ね。これでここのエネルギー製造所ごと林坂を吹っ飛ばすことができるわ。見つけたぞキャロン。バレちゃった。格子爆弾を起動させる気か。そうはさせんぞ。起動しても解除されそうじゃない。しつこいわね。でも、それもこれまでよ。格子爆弾さえ起動させちゃえば、こっちのもんなんだから。ごめんね、今日本当に噛むね。でもどうやって格子爆弾を起動させるのかしら。え、そのレバーをクッてやればいいんちゃう。今から格子爆弾の起動方法についてご説明いたします。親切。こちらにございますのが格子爆弾です。正面の PC より起動させることができます。ただし PC 自体を起動させるために本フロアにある8つのスイッチをオンにする必要があります。多分あれだろうな、周り全部囲んでる形だろうね。それでちょうど8つかな。お手数をおかけしいたしますが、これも安全のためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、ご丁寧にありがとうございます。やけに親切ね。でもおかげで助かったわ。このエネルギー製造所ごと吹っ飛ばしてやる。はい、セーブします。分けとくか。起動します。4分か。4来てるな。4分で4分で爆破って聞くとさ、なんかあるじゃん、よく時間制限で脱出する RPG。 俺あれめっちゃ苦手だったんだよね、昔。あの、焦るんだよね。余裕があるとしてもね。余裕があるとしてもちょっと焦っちゃって、
来てるな。やけに早いな。この辺置いとくか。やば。もうとりあえず置いとくけど、あんまりあれかな、使わないでいいのかな。これでいい。8個です。全然当たってねえまあそうか、知能があるから避けるんだね、多分。そういうことでしょう。起動します。4分後に本エネルギー製造所を全て破壊しますが、よろしいですか。はい、いいわ。ドカンとやっちゃって。光子爆弾を起動しました。至急避難してください。光子爆弾は起動したわ。これまでよ、林坂。この施設ごと私を始末するつもりか。そうはさせん。これ以上人類の思い通りになってたまるか。よーし、あとは逃げるだけ。お、セーブします。親切だね。おーっとっと、やべ、来てる来てる。ちょっと待って、足音が止まったのが気になるんだよね。大丈夫か。待ち伏せとかされたらさ、それはそれで怖いなって思ったんだけど、そこまで賢くないんだね、林坂。これ普通に下に逃げればいいのかな。下しかないよね多分。あ、これあれなんだ、普通に今までの道辿っていかないといけないの、もしかして。ああ、やっちゃった。林坂関係なくやられた。びっくりした。これ、このままタイムで進むのかと思った。あ、やばいやばい。林が来てる。日本人なのかな？日本っていうのが、海洋性にあるかどうかは知らないけどさ。ないかな、やっぱり。これこっち戻んのかな？なかったよね、他に。行けるようなとこ。4分であれか。一番最初のところに戻んのか。結構大変だね。あれ？でもこれこっち戻ってもさ、行けなくない？ってちょっと思ったんだけど。無理か。あれ？こっちで合ってんのかな？おお、危ね。ちょっと、普通に忘れてたよ。でも、ここを、ちゃんとブーンってセットをしてるってことは、そうだ。なにこれ？光ってるけど。どうしよう。行き止まりだわ。このままだと、爆発に巻き込まれちゃう。こうなったら、一か八か。おお。アグレッシブ。いたたたた。相変わらず優秀なクッションね。どっちだ、どっち行けばいい。あ、こっちか。あれ、下だっけ。下でいいんだっけ。下だよね、多分。おお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 お。危なかったね。これ今までいたやつをちょっと忘れてるからさっきやったとこなんだけどね。早く通ってくんない？私ね、帰りたいのアホっぽいな。リックとかどうなったのね。それがすごく気になってるんだけど。あと2分、いけるかな。いけるね。余裕余裕。こっから、あ、ていうか、セーブポイント全部潰されてんな。あれか、罪防止か。いけるな、いけるかな。何もなければ。言った途端よ。見つけたぞ、ギャロン。こいつはぐわっと襲ってこないんだね。嘘。思ってたより早い。早いね。なんとか振り切らなきゃ。振り切れる。あ、危ない。この緑茶みたいな泡だったらどうなるんだろうね。何もないんかな。行かれへんだ。危ないって。やばいやばいやばい。来てる来てる。あ、当たった。余裕では？避けないぞ、あいつ。
意外とバカだぞ。ああと、あいつ振り切って来ないね。来ないというか、一応あいつも避けてくるんだね。あ、はあ、はあ、なんとか振り切れた。あれ、なんか途中の、まあいい、爆発始まったわ。ああ、林坂の声。熱い、熱いぞ。このまま終わるのか、このまま終わってしまうのか。100年間閉じ込められ続け、やっと解放されたのに、私の人生は何だったのだ。キャロン、貴様も、貴様も私の同じ目に遭うように呪ってやるからな。いや、でもなんか同じ目に遭いそうな奴が一人いるんですけどね、まだ。林坂、あなたの境遇には同情するわ。人類を恨む気持ちはわかる。でも、そんなの知ったこっちゃない。私は、ここから脱出して、地球が滅びた謎を解決したい。それを邪魔する者は排除するだけ。排除します。あの世で自分の服を呪ってなさい。かっこいいなぁ。キャロンに惚れそうだなぁ。終わった。のね。あとはバダレットに脱出スポットの修理部品を渡して、脱出スポットを修理させれば、いよいよ、ここから脱出できる。セーブしたいんですけど。曲いいなぁ。かっこいいなぁ。ちょっとセーブさせて。できるかな？できるね。また追いかけっこをね、させられるのはちょっと、しんどいので。ここだよね。ここだっけ？バーダちゃん。あれ？バラちゃん？柵は開いてる。バダレットはどこ？これは、口だけの残骸。口だけはか、柵を、柵？をこじ開けたんだわ。まさかバダレット、口だけに食べられちゃったの？だとしたら、誰が脱出ポットを修理するの？私できないよ。正確命がけで、命がけで脱出ポットの修理部品を回収したのに。残骸ってことは殺したのか？動くな。はい、動きません。バダレット、生きていたのね。よかった。何が生きててよかっただ。俺をこんなところに閉じ込めておいて、馬鹿にしてるのか。それはごめんなさい。でもメルファーは死んだわ。私とあなたとリック、三人で脱出する方法を考えましょう。その必要などない。なぜなら、殺される。リックは死んだからだ。え？リックは死んだ。口だけに食われて殺された。リックが、遺体はどこ？口だけになる前に早く処分しないと。遺体はない。全部食われたようだ。食われた？そうなの？あなたはなんで無事だったの？嘘ついてるんかな？俺も襲われた。危うく食われかけた。だが、リックが助けてくれたってこと？その口だけは俺の頭を噛みちぎる直前になぜか自戒した。ああ、知らんのか。その口だけは、ああ、そうだね。近い。お前の下にいるのがその口だけだ。口だけが自戒。体を全部食ったり、突然自戒したり。正直俺も訳がわからん。私、わかっちゃったかも。あ？バダレット、落ち着いて聞いてね。なんだ？リックは口だけに食べられたんじゃない。リックが口だけになっちゃった、なってしまったのよ。そんなわけないだろ。リックは腕を噛みちぎられただけだぞ。人が口だけになってしまう条件は、頭を噛みちぎられることではないの。口だけの唾液が傷口から体内に入ってしまえば、それだけで口だけになる。噛まれる場所はどこでもいいの。なんだと？そして、頭以外を食べられた人間は、口だけになっても記憶が残ってるの。そんなバカな。っていうことは。そう、あなたを襲った口だけ。いや、リックには、しっかりと、
自我があったはずよ。口だけとしてのリックはあなたを殺したい。でも人間としてのリックは自分があなたを殺すなんて考えただけでも苦しかったはず。その苦しみが口だけの体全体に伝わって自戒した。そうとしか考えられないわ。リックの優しさが口だけに勝ったってことね。キャロン、脱出ポットの修理部品をよこせ。脱出ポットを直して早くここを脱出するぞ。うん。脱出ポットを直すからそこで待ってろ。うん。細工とかすんなよ。まさか私たち二人で脱出するなんて思わなかったね。一番ありえない組み合わせだったと、だと思ってた。なんか話しなさいよ。せっかくこの私が話しかけてあげてるのに。キャロン、何？俺の子供の病気の試薬、取ってきてくれたそうだな。あ、そうか、その借りがあるんか。たまたま見つけただけよ。ありがとう。ふふ？何がおかしい？あなたに感謝されなんて夢にも思わなかったから。ふん。よし、片方の脱出ポットは治った。ご苦労様。もう片方の脱出ポットの修理部品をよこせ。え？さっき渡したやつだけよ。は？あれじゃ片方しか治んねえぞ。嘘でしょ。もう一個取ってこいよ。もうエネルギー製造所は崩壊しちゃったから無理よ。おお、そうか。まあいい。俺が脱出する。文句はないよな。え、一緒に入ろうぜ。お前には主役の件で世話になった。感謝の気持ちを込めてここで殺してやる。このまま餓死するよりははるかによかろう。3、2、1。せっかくここまで来たのに、もはやこれまで。なんてな、冗談だ。冗談？実はな、俺口だけになったリックに襲われた時少し腕を噛まれたんだ。さっきのお前の話だと、傷口から体内に口だけの唾液が入るともうアウトなんだよな。実際に傷口が熱くなってきた。俺もここまでのようだ。バタレット、これに乗れ。キャロン、脱出するのはお前だ。え？いいから早く乗れ。俺が口だけになる前に。わかったわ。二つあったらお前来る気やったん？海王星に口だけで。これだけ海王星に持って帰ってくれ。お前が取ってきた試薬だ。病院の住所を書いた紙を入れておいた。俺の子供に渡してくれ。うん。さあ乗れ。海王星までは1年かかる。コールドスリープモードにするのを忘れずにな。わかった。あばよ。ありがとう。一人用の脱出ポットってどうなんだろうね。ちょくちょく映画とかで見るけど。リックが俺に噛みつくわけないだろ、バカ野郎。バダレッド。かっこいいな、こういう人。たとえ口だけになってもな。あいつは。バダレッドもどうにかして頑張って見つけてくれよ。世界一、優しい男だ。バダレッドも生き残ってくれよ。いやー、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな。本当に映画を見てる気分というか、あ、なんだろう、フリーゲームだから楽しい部分もやっぱあるじゃないですか。操作が簡単でステルス要素があるっていうのもあるんですけど、なんだろう、あの、なんて言うんでしょうね、アンリアルエンジンとかああいうので作ったゲームだとか、あの、映画でちょっとこれを見てみたいなっていう、あの、ストーリーとしては多分王道になると思うんですけど、個人的には大好きですこういうの。いろいろあったけど無事に脱出できてよかったわ。海王星までは1年かかるんだっけ。まあコールドスリープすればあっという間かもね。それじゃあコールドスリープボタンを押して。あれ、おかしいな。もう一回。嘘でしょ、ボタンが壊れてる。
バダレッド。あいつ本当にポンコツね。治ってないじゃないの。1年間意識あるままこんなところに閉じ込められるってことね。てかこのままじゃ1年経つ前に餓死しちゃうわ。ん？最後に林坂が言っていた自分と同じ目に遭うように呪ってやるって、この状況のこと？確かにフラスコに閉じ込められた林坂と似ているわ。落ち着いてキャロ、呪いなんてあるわけない。冷静に考えるな。ダメよ、こんな限られた状況じゃ何も打つ手がない。せっかくここまで来たのに。ああ。何？どうした？夢？ここは一体？あれ？夢かい？もしかして。起動します。見たことあるよね、ここね。最初のとこだよね。誰？あ、拾ってもらえたみたいなこと？目が覚めたようだな。誰？キャロン。あ、あれか。最初の電話してた相手か。電話っていうのかな。あなたは。先生、どうしてここに？お前との交信が途絶えたから来てみたんだ。そうしたらたまたま脱出ポットに乗って気を失っているお前を見つけたから拾っただけだ。先生。そうなんですね。わざわざ私のことを心配して来てくれたなんて。先生もたまにはやるじゃない。今回ばかりは本当に死んだかと思ったわ。バカ野郎。心配してるのはお前じゃなくて、お前に取られた俺の宇宙船だ。ちゃんと無事なんだろうな。ああ、あれね。あの宇宙船はポンコツだったわ。墜落してすぐにダメになっちゃった。ごめんなさいね。ふざけるな。貴様は、謹慎1年だ。留年も確保しておけよ。そしてもう二度と地球が滅びた謎を解明するなんてわけわかんねえことを言うんじゃねえぞ。あら、地球が滅びた謎はこれからも追い続けるわよ。懲りないんだね。何回ってんの？ところでこの宇宙船いいわね。次はこれ貸してよ。バカ野郎、宇宙に放り出すぞお前。ケチね。いいじゃないの。あ、それより聞いて、月で大変な目にあったのよ。なんか口だけとかいう変な生き物がいて。お、難易度とかあんのこれ。セーブ回数、お、あ、10個全部集めたんだ俺。難しいが追加されました。新しくゲームを開始するときに選択可能です。プレイヤーに地球中持ちキャロンが追加されました。新しくゲームするときに、おお、選択可能ですか。口だけを最後までプレイしていただきありがとうございました。こちらこそ本当に素晴らしい作品をありがとうございました。キャロンが地球が滅びた謎を追うお話を見たい場合は、地球の片見湯で検索してください。ただし、ゲームシステムは大きく異なります。ああ、別作品であるんだ。へえ。あ、あれかな？地球中持ち？キャロンっていうのが、あれか。え、初めからでいいんだっけ？ちょっと見てみようか。はい。これ使ってみようか。 W キー、口だけに地球銃を撃つことで一定時間ひるませることができます。弾は無限。めっちゃ楽なんじゃないそれ。ちょっとだけ使ってみようか。楽しみだね。でも口だけ出てくるの結構後だよね。カットするか。はい、ここまで来ました。ここで撃つとどうなるんだろうね。ここで見つかるから右に行こうみたいな話になるんだけど、これ見つかんのか。ああ、やっぱ見つかるんだ。でもなんか射程が短いんだね、バダレットの銃より。ってこと、そうか。ああ、何、あ、そういうとこがハードなのこれ。これなかったよね。あ、そういう意味でハードなの。そうだよね、別に
口だけの動きが速くなってるわけでもないもんね。なるほどね。じゃあもうちょっと試し打ちしてやめようか。これ2周目とかやったらなんかあんのかな。なんて言ったらいいんだろうね。これクリア。例えば地球のかけらをノーマルで集めた結果地球中だったじゃないですか。まあ、動画にはしないかもしれないけどやってみようかな。ぜひね、見てくださってる方の中で興味を持った方がいらっしゃればね、まあ、本編というかノーマルの方はやってしまいましたが、ハードで、2周目クリアするとどうなるのか、ハードで地球のかけら全て集めるとどうなるのか、ぜひぜひ見てみてください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。また別の機会にお会いできればなと思います。本当にありがとうございました。